ございます。節子の歌う水曜日始めさせていただきます。今日は11月12日水曜日の朝、みんなの広場の節子がお相手をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。今日私の横に登場したこの楽器ユーキンという楽器です。これ弾いてるとね、すごい瞑想になるんですね。気持ちがいいです。朝からね、この気持ちの良さを皆さんと共有したくて、お隣にこともさせていただきます。歌う水曜日でね、今日も歌っていきたいと思います。伝えて行こう、すべては一つ。バドレノスケ
失礼いたしました。有金というね、新しく入手したこの楽器、これにね、この調べに乗せて、降りてきた歌、新しい曲をね、ご披露させていただきました。まだね、題名も決まってないんですけどね、突然降りてきて、これを弾いてるうちにね、いつの間にか口から出てきていました。わけのわからない言葉も出てきまして、まあ、ほとんど宇宙語みたいな感じですね。ということで、朝から歌っていきます。皆さんおはようございます。たくさんね、ありがとうございます。今日はね、9時半までの、放送ということで、この後ね、少しがありますので申し訳ありませんけど、今日はね9時半までということでよろしくお願いいたします。といっても1時間半ねありますもんね。なんやかんや言ってもう15分過ぎてますので、1時間15分ということでね、いい子いい子でいきたいと思います。おはようございます。ララ千葉さんおはようございます。ミュウさんおはようございます。自然と目を閉じてしまいます。引き込まれますねという、ご感想ありがとうございます。カラステングさんもおはようございます。心地よくて寝落ちそうです。朝から寝かしちゃ困りますよね。起きるようなね、おはようっていう元気な歌もね歌っていきたいと思います。アイプリンさんおはようございます。いちほさんおはようございます。スタジオジブリの耳を澄ませば的な音色の楽器ですね。物語みたいなということでね、ありがとうございます。こちらね、有金と、言います。これね、手作りの楽器で、実はね、朝農家の、響さん、通称響さん、ある、お名前はね、正式にはお伝えしない方が多分いいんだと思います。謎の、朝栽培、朝農家、朝栽培農家の、ある方がいらっしゃいまして、このね方が素晴らしい方なんですよ。いろんなことを、やってらっしゃいましてね、その方の作る野菜も美味しいですし、もちろんね、朝も素晴らしいですよね。その方の、お宅にこの間ねお邪魔して、朝の収穫のね作業を手伝わせていただきました。その時にね、この有金出来上がったということで、納品をしていただきまして、この音色にね、癒されながら、私もここ何日かね、すごく幸せな日々を送っています。ありがたいですね。音の世界。もう音はお友達という感じでね、音と一緒にいられるとね、常にね、心が安らいでいられる感じですよね。今日もそんなひとときをね、皆さんと共に過ごしていきたいと思います。そしてエコルさんおはようございます。サトラさんおはようございます。トラネコさんもおはようございます。綺麗な音ですねって、ありがとうございますね。この音いいですよね。エピリさんおはようございます。そしてヨッシーさんおはようございますね。これは何という楽器ですかって、有金という楽器です。有っていうのはね、遊ぶというふうに、解釈してもいいですし、あるという感じで有でもいいですし、有はあなたの有でもありますということでね、いろんな有なんですけども、この有を、一応ひらがなでね、書いて金はおこと、ね、有金という楽器です。亀さんおはようございます。ミュウさん素敵な音で和みますねと、ありがとうございます。ということでモコさんもおはようございます。ミーちゃんさんもおはようございます。ルーシーさんもおはようございます。セントさんもおはようございます。皆さんおはようございます。今日も集まっていただいてありがとうございます。ではね、早速、昨日のお話から、お伝えしていきたいなと思います。昨日ね、実はクリスタルボール奏者の原真由美さんとね、コラボで、11月11日、いい日旅立ちということで、新しいね、ワークショップを、開催させていただきました。みんなでね、こじんまりとして7人のね、集まりだったんですけども、とってもね、素敵な輪を囲むことができまして、このね、この音色じゃないな、クリスタルボールの、音色に合わせて、この兄、小さな宇宙人、こちらの方の、ね、朗読会をさせていただいたんですよ。でね、最近なんだか知らないけれど、やたらに宇宙的なね、サポートがとっても強く感じられる今日この頃なんですが、
昨日はこのクリスタルボールですね。原真由美さんといえば、もうクリスタルボール奏者として18年というね、素晴らしいですね。このね、クリスタルボール、私はまだ出会って4年ぐらいなんですけどね、5年目になるかな。奏者としてもまだまだ駆け出しでね、これからいろいろ勉強させていただきたいなと思ってるところなんですけども、そういった意味で原真由美さんとの出会いはとってもねありがたくって、私も日々、精進をさせていただきたくいろんな方とね、出会いながら、愛を重ね、愛を出し合いながらね、それを分かち合う日々を重ねています。で、昨日もね、素敵ないい日旅立ちを、させていただきました。皆さんね、素敵な方ばっかりで、いつもは割と私が提供するような形で、それを皆さんに受け取っていただくようなね、そういう場だばかりではないんですけども、やっぱりこれからは共同創造の時代ですので、私がなるべくね、その場を、提供するだけで、あまりおしゃべりにならずちょっとこれが難しいことなんですけどね、私本来おしゃべりなもんでね、つながり出すとベラ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 何時間でもしゃべっていられるというね、そういう感じになっちゃいますのでね、そこをちゃんと計算して断ち切ってなるべくその参加してくださった方からの表現ですね、そちらを優先して、で皆さんと同じようにね、少しずつこう出し合って、共にその瞬間を作り上げていくというね、共同創造の時ですね、ハーモニーを奏でていく、そういう時間をね作っていきたいなと思いまして、今回はね、輪読、周りきれいにね丸くなって、順番に段落ごとに、この網、小さな宇宙人を語っていくわけですよ。でこれをね、人の声を通して聞いたり、それから自分で表現したりすることによって、いろんな気づきが起こってくるんですね。それはそれは素敵な素晴らしい時間を持つことができました。で、ただね、読むだけではなく、音がその場をね、調律してくれてるわけですよ。で、この音はちょうど消化体に対応する音なんですね。ラーの音ね、この音常に鳴ってるわけですね。そうすると脳波が、このクリスタルボールというのはスイター波に、ね、調整する、そういう、ね、力を持っていますのでね、いわゆる神の周波数と呼ばれているこの DNA を修復する、528も一緒に響いて、このねハーモニー、これ528Hz。ドレミファソラシドの音ですね。ドの音。高いドの音。高いドってクイズがあって、急に思い出したんですけど。クイズ。いきなりなんか思い出しました。これ高いドですよね。ドー。では、駅名クイズ。この音は、この音何の音かわかりますでしょ？これ、駅名であります。何の駅でしょう？っていうね、そういうくだらないクイズをやってました。わかります？シード高いドね。そして下高いド。一人抜けてますけども、そういうクイズを昔やってました。はい、朝からすいません。ドシー下高いドとねなるわけですね。この音を聞きながら、スイター波になっているところで表現をしていくというね、そういう新しい試みをさせていただきました。それぞれ皆さんもね、朗読の後にシェアをするね時間を持ちまして、いろいろなね宇宙での、出来事を思い出されている方も若干ねいらして、よく宇宙人と呼ばれますと言って、でこういう飛んだ話は、あまり職場とかではできませんので、こういう場でねみんなと一緒にシェアできるのはとてもありがたいということでね、皆さんね生き生きと発言をされていました。私はもうそれをね聞かせていただくのがとってもね楽しくて、嬉しくて、
とっても素敵なね、時間を持たせていただきました。またね、これはいいなと思いましたんでね、来月はちょっとね、忙しい師走ですね。いろいろね、予定も入ってますので、また新たに1月にね、日にちを設けて開催したいと思いますので、もしね、この放送をご覧になっていただいている方で、私も僕も参加したいなという方がいらしたら、ぜひいらしてくださいね。みんなの広場の方からね、またイベントの、情報を上げていきますので、参加をね、していただければと思います。そしてね、そのついでに、原真由美さんとも一緒なんですけども、4人のクリスタルボール奏者で、ハートフルコンサートというのをね、やってます。ピラミッドセンターでね、もう3回目になります。ご好評をいただきまして、おかげさまで。ちょうどね、4つの柱、ピラミッドの4つの柱のとこに1人ずつね、鎮座する形で。そして、もうピラミッド中が、このクリスタルのね、響きで、こう、包まれて、70、80のね、全部で、そんなたくさんのクリスタルボールが、そこにあるだけですごい、波動が高くなるんですけども、それがね、実際にこう響き合って、とっても、もう、うん、天国のような、至福のようなひとときだというね、ご好評をいただいております。皆さんの、ご希望にお応えして、またね、3回目、12月の28日、日曜日、2時から、4時半までですね、ピラミッドセンターでさせていただきます。で、その時にですね、ライアー、これは有金ですけども、これととっても音色が似てるんですね。作りは本当、ほとんど同じ感じなんですけどね。ライアーというね、タオライアーっていうのもありますけども、この間私の合宿、ピラミッドセンターの合宿に、参加してくださった、有光さん、真紀ちゃんっていう方がね、演奏家として初めてデビューする場として、コンサートの途中でね、ちょっとだけ、弾いていただくということになりましたので、そちらもね、お楽しみいただければと思います。ライアーとね、クリスタルボールってすごく響きが合うんですね。もう癒しが加速しますので、ぜひね、いらしていただければと思います。はい。あ、テリーさんありがとうございます。さすがこれですね。ジブリのことライアーですよね。ライアーも、タオライアーとティレルだったかな。ティルライアーなんかね、確かティレルだと思ったんですけどね。ちょっと怪しいですね。そんな名前の、種類がね、いくつかあるそうです。シュタイナーがね、発案したね、楽器ですよね。とてもね、素敵な癒しの楽器です。で、この有金もそうなんですけど、このドの音ね。あれ？この音だ。と、この音が528に調律してあるんですね。ですので、この音が入ってる。ソルフェジオ音階が、あと他のね、444。このラの音、444に調律してあるんですよ。そうすると、上のドの音が528に揃うんですね。この音聞いてるだけで、起こってくるということね。音っていうのはね、本当に、みんなのお友達です。はい。ということで、お知らせをさせていただきました。皆さんのコメントをね、今ちょっと確認させていただいてます。はい。倍音の方の高い、この方ですね。このマイク拾ってますということでね。はい。倍音。そうね。やっぱ倍音が鍵になりますね。整数倍の、この実際の音はね、低い音でも、こういう低い音がね、鳴ってるとしても、この倍、整数倍の音が同時に響いてくるんですね。それが高周波となって、脳にとてもいい影響を与えるというね、ことが報告されてますね。なんかね、まったりとしてしまいましたが、
少しリズムもね入れていきたいなと思います。なんか今日は音楽ついてますね。そうだな、スイスイ水曜日は今日は歌ってないですけど。ちょっと歌ってみますか。スイ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 、あなたと歌う水曜日。これを本当は一人でできないから、この和音がね私の中に響いてくるわけですね。というね、こういう和音のもとにこのこれが入って、それしてその上にこの癒しの音がこう乗っかってるっていうね、そういうのをね、なんか一人三役ぐらいいっぺんにできたらいいですね。頭の中でいろんな音が鳴って、イメージとしてはねいっぱい重なってハーモニーになっていくんですけどもね、それをまたね、今度12月にレコーディングする機会をいただきましたので、また新しい曲をねできた曲がたくさん降りてきた曲がありますので、それを形にねさせていただきたいななんて思います。はい、あ、まゆみさんおはようございます。今日は作業しながら聞かせていただきます。いい音ですね、というね、ありがとうございます。この音ね、この音に乗せて朗読をするっていうのもいいかもしれないですね。なんかね、これ聞いてると、そうね、昔の出来事を語りたくなる。即興でね、なんか語りたくなってきるんですね。即興、あ、吟遊詩人ってこんな感じですよね、きっとね。窓辺でね、求愛、こういう感じで。求愛の歌を歌われたらどうですかね。そういうことだと昔は雅ですね、やってたんですよね。それからなんかね、その栽培のこのね、農家の有金作ってくれた方、響さん、のご自宅で、その奥様のね、朝子さんからこの水からの伝言というね、こちらの冊子を、お預かりしてきました。これ前ね、私も、多摩の方で子供たちと、サークル、いろいろね、活動していた時には、これの読み聞かせたくさんね、させていただいてたんですけども、またね、懐かしいものが回ってきました。江本さんね、お亡くなりになりましてね、この間。そしてこの水からの伝言、私のところにね、10冊ぐらいこう届いたんですよ。これをじゃあ節子さんにねきっとね託すと、もっといろんなところに、回っていくんじゃないかなということで、まあ、伝えていきたいのでね、いろんなことをね、このね自らの伝言、ちょうど昨日ねレッスンがありまして、ワークショップの真由美さんとのワークショップの後に急いで家に帰ってきまして、うちでね、自宅でピアノのレッスンさせていただいてるんですけども、中学生の生徒さんにねこれを見せたところ、すごい喜びまして、これ綺麗って、この感性がまたね若々しい感性で、本当にこの美しい画像ですね、これを、純粋にね美しいものに対して素晴らしい反応をね、してくださってね、とても素敵な演奏をねいつもねレッスンでしてくれる、生徒さんなんですけどもね、その生徒さんと一緒にねこの本をね手に取って、見せて少し語ったりしていたんですけどね、亡くなったんだよっていうね、そしてまあ音楽を教えてますので、この例えばビバルディのね、
四季の中で春夏秋冬っていうね4つの章に分かれてますよね。で春だとこんな感じで、どんどんねこう花がこれからこう花咲く前のつぼみがどんどん増えていく芽吹く感じのね、集合体、これが、春の状態ですね。夏になるとこう花がねいっぱいにこう咲いていくように変化をしていく。でそして秋の音を聞かせると真ん中にねちょうど実りの秋と言いますけども、同じこの角にあるものと似たような感じ、この全体を作っている形と、本当に似たような形のものがね真ん中に現れてくる、身ごもるみたいな感じですね、実りの秋。そして、冬を聞かせるともっとね細かくなって、春が来るまでこうこれからね一つ一つの粒々がこう大きくなる芽生えを準備芽生えの準備のようなねそんなね、キラキラな結晶になっていく、こんな感じでこう変化していくと水が変化するっていうねそれを見て本当にびっくりしていました。ヘビメタの曲になるとこんなに、結晶がね壊れてしまうような状態、それがありがとうというね言葉を見せるとこんなに美しい映像になりますよっていうね、こちらの本ですね。これね無料で配布してるそうです。エモトピースプロジェクトということでね、自らの伝言を全国に子どもたちに届けたいということで子ども版のね、本になってます。こちらもね紹介させていただき皆さんにね、どんどんこういいこと広げていきたいなと思います。自らの伝言ということでね水の伝道師江本さんのお話をねちょっとさせていただきました。スピリチュアルテレビの方にもね何度かご出演いただいてきっとあれですよねこちらの方で追悼の番組がね放映されてると思いますけどね。ヨッシーさんありがとうございます。自らの伝言で、検索してみました。美しいって、涙が出そう。そうですね、なんか本当に美しいものに触れた時なぜかね感動で涙が出てきちゃう。浄化の涙ですね、そういったこと起こりますよね。そしてあ、サナさんおはようございます。ララチバさん今日はお仕事お休みなので朝のお母さんしながら聞いています。まずはゴミ捨て行ってきますって行ってらっしゃいませ。宇宙ゴミは月木なのでね今日は捨てなくて OK でしたけども、あ、そっか月木じゃないや、それはうちの時々介護に行ってる父の方のね、母と、父が住んでいる稲城市の、ゴミ出しの日でしたこの辺はね、火木土ですね。燃えるゴミは火木土。それぞれのね、地域で多分違うと思いますけども、それぞれの地域でね、8時までに出さないと行っちゃうっていうところもあるし、うちなんかはそうなんですけどね、田舎の方は朝早いですよ、皆さん。朝早から、本当にみんな、せっせと働いて、夜はね、早めに休むという、それがね、本当自然に即して生き方ですよね。ここに山梨に引っ越してきてもうすぐ2年になろうとします。まあ、1年半過ぎて新しい年をねもうすぐですよね、早いですね。本当自然の素晴らしさそれをね痛感する毎日です。はい、シャスタさんおはようございます。今日はねこの夕菌とともにね、皆さんに、歌いながら番組をね、作らせていただいてます。で昨日やったこの兄小さな宇宙人の朗読、これね本当改めて、いい作品だなと思いました。で前にねこちらの番組で夜でしたね、私が、3年ぐらい前ですからね、朗読をさせていただいたシリーズでねやってた時があります。途中までね録画が残ってるかと思いますけど、今見るとなんかとっても恥ずかしくてね、昔の自分、
朗読もまだまだ未熟で改めてまたね雨の朗読もしてみたいなと思いますね。前書きちょっと読んじゃおうかな。昨日の続きで、アミの大切なメッセージの伝達者としての役割を私に与えてくれたことを宇宙の魂に感謝いたします。メッセージは受け手に認められて初めて有効なものとなり得るのです。この本は現在11種類の言語に訳されていますが、これは十分すぎるほど認められていることだと思うので、とても嬉しく感じます。アミの読者はすぐに気づかれると思いますが、日本は私にとってとても意味のある国なのです。世界的に有名で才能あふれる漫画家のさくらももこさんにイラストを添えいただけるというご好意と、神話力の法則でアミは突然起き上がりました。さくらさんはアミに胸を打たれたと書かれましたが、私もまた彼女の優しさとももこの生き物図鑑に胸を打たれました。私は別の世界の兄弟たちのように遠すぎて目に見えないような世界のものたちに惹かれます。さくらさんは小さな虫たちや小鳥、ミミズのような近すぎて目に見えないような世界のものたちに惹かれます。私は彼女に感謝し、この巡り合わせを引き起こしてくれた宇宙に感謝します。間違いなくこれは、数限りない人々に喜びと光を与えてくれることでしょう。ブエノスアイレス、2000年の春の初めの日、エンリケ・バリオスさん。ということでね、このアミ小さな宇宙人の前書きを、お伝えさせていただきました。いいですよねこれね。また朗読のシリーズやろうかなちょっとずつ細切れでね、少しずつ、そうね、前やったことをもう一度やることによって新たに学び直すということがね、最近起きてるような気がします。そういった意味でね、昨日そうやってまゆみさんと一緒にね、コラボでクリスタルボールの音色とともにこのアミ小さな宇宙人の朗読をさせていただいたこと、とってもね意味のあることだったんじゃないかなと思います。宇宙からより多くの人にこの愛の世界をね広げていきたい、経済中心じゃなく愛を、中心とした社会のあり方ね、それをどんどんと模索ではなく、もう実行していく時期に来ているんではないかなと思います。そういった意味でね、私も山梨に越して、そして、地域通貨というね通貨店でね、そういったものを使わなくてはいけない、そういう状況も、実際に体験しながら、ゆくゆくは物々交換みたいな形でね、必要なものを必要な人に必要なだけ、全部与えられるということをね信頼して、でみんなで、手を携えて、巡り巡っていくその愛のね社会、そういうものをね実現していきたいなと思います。でそれに欠かせないのがやっぱり麻ですよね。麻という植物は本当にね優しい植物です。でそれを取ることによって、心もね体も癒されて、でレセプターがいっぱい体の中にあるそうなんです、その麻のね波動を。それはこの間ね、大麻自由学校というね山梨校の講演会がありまして、そこでね講演をしてくださった方、資料が今ないかな、カバンの中にあるな素敵なね講義をねしてくださったんですよね。んこっちにある、あここにある、あるかな、ここにはないかな、ここにはちょっとないかな、
もう一つ、こちらに、あ、こちらも違いますね。これはね、カタカムナでした。あ、ついでにカタカムナ歌っちゃおうかな。まあ、偶然は何一つないからね、こうやって作っていきたいと思います。って感じでね。いいですね、この楽器ね。本当に天国にいるようですね。癒されますね。そんなね、話をしているうちに、刻々と時間は過ぎていき。時間がどんどんなくなっているようでいて、実は永遠に時間というものは存在している、今ね、この空間があるからこそ時というものは発生しているんですね。本当はね、すべてつながっていて時のない世界があるんですね。そこにアクセスしていく、その助けになってくれるのが神とつなげてくれる麻という植物ですね。これうちに新しく届きました。今までね、ヘンプナッツ、オーストラリアの方は使ってましたけど、今度ね、オーストリアのね、ヘンプナッツの方をね、扱うことになりました。やっぱ毎年ね、作付け面積が決まっていて、限りがありますのでね、日本の国産のものが本当にたくさん出回ればいいんですけど、数少ないですからね、輸入物で、切れるとあっち、ね、中国、はいっぱいあるけれど、オーストラリアがなくなっちゃったら今度はヨーロッパ、ね、そんな感じであちこちからね、輸入するような形に、ね、なってます。で、カナダ産のものはね、加熱したものまだうちにありまして、皆さんね、昨日もね、ワークの帰りに、これいいんだよねって、朝はいいねって買っていただいてますけども、新しいのがね出ました。昨日もこれすぐ売り切れちゃいました。もっと持っていけばよかったなと思ったんですけどね。オーストリア産生のナッツです。これまたね、素敵な、味はもちろん朝なんですけど、同じ朝でもね、やっぱそれぞれに違いますね。一人一人顔が違うように、このオーストリア産の朝の実、品質がすごくいいです。ぜひね、お楽しみあれ試していただければと思います。これね、何グラム150グラムだ。1980円だったかな。2000円しないでね、手に入りますのでね、お味噌汁に入れても、サラダにかけても、ご飯にふりかけても本当に美味しいです。オメガ3と6のバランスがとってもいいのでね、これ取ってるとね、本当に、まあこれだけじゃダメで
ですけども、いろんなね、野菜をバランスよくとっていただければいいですが、ある程度、これで栄養がまかないてしまうというね、優れものですからね。はい。そして今私が身につけているものも麻ですね。これも麻。ちょっと珍しい色で染めてますけど、麻の繊維を身にまとってると本当にね、心地いいんですね。これもね、白いのもね、きなりの形で麻の、ワンピース着ています。はい。ということで、皆さんにね、麻を取り入れていただきたいなと思います。麻は本当にいいですよ。夜明けの朝を迎える。どんどんね、麻の市場が、おそらくね、来年の夏を目指して、既得権を持ってるね、企業も、そろそろそのね、素晴らしさに注目をして、次は麻だという感じでね、まあユニクロも今年ね、麻の、洋服いっぱい出しましたね。だんだんね、そうやって麻が広がっていくこと、いろんな形がありますけども、まあね、地道に行きたいと思います。麻のね、真実を伝える誠の歌、衣類だけではなく全てにね、医薬品としても取って買われるぐらいの、みんなの健康をサポートするそういうね、成分が、ありますので、まあ、医療大麻としてのね、麻もどんどんね、みんなに浸透していって、がんとかで亡くなる方がね、本当にいなくなるような、そんな時代がね、来るといいなと思いますね。ではそんな願いを込めながら、いつものように皆さんと一緒にここら辺で誠の歌をね、歌っていきたいと思います。では皆さんスタンバイしてください。インフィニティにね、8の字にハートを中心に、陰と陽、そして天と地を結んでいくというね、そういう流れで、踊っていきたいと思います。では、スタンバイの方が OK かな。頭切れてる？大丈夫？ OK ですね。はい、やります。陰と陽、天と地を結んでいきます。I'm not sure.
はい、どうもありがとうございました。暖かくなりますね一気にやっぱりね、踊るのはいいですね。今度ね、舞の時間として京都の方で、私の友人がね、友人を通して、舞のワークショップをやりたいんだけども、ワークショップをやった後に実際にね、神社で奉納したいので、どっか、奉納させていただけるような神社知り合いがありませんかってね、メールがありまして、で私前にね、別館公認というね、演劇の、バックでというかな、そちらでクリスタルボールの演奏者として参加させていただいたことがあるんですね。でなぜか、私も演じることになってしまい、最後はそのユキというね劇中のなんか割と重要な人物の、役になってしまい亡くなった子供をね抱っこしながら黄泉の国へ行くみたいなね、そんな、演技をさせていただく機会があったんですけど、それをねやった場所が実は、世田谷にあります太子堂八幡神社というところなんですね。そこをねご紹介させていただき、そしたらそのね宮司さんが喜んでね、奉納舞ということでね、それは素晴らしい方を紹介してくださったと喜んでくださって、それが今度ね実現します。11月20何日だったかな、確か木曜日だったような気がします。その日にね朝10時から木曜日か金曜日かどっちかな、ちょっと定かではないんですけども、そちらでね確かね、そう20何日かだな、やりますんでね、よかったら見に来てくださいね。奈良雄介さんだったかな、あの有名な方、ガヤシンフォニーに出演なさった、ね、奏者がいらっしゃいますけども、その方がね、奉納の、舞の音楽もねしてくださるということですのでね、28日だそうです、金曜日ですね。はい、そんなことで、いろいろ楽しい出来事がねどんどんと起こってきて、本当に、おかげさまで楽しい毎日送らせていただいてます。このね幸せな波動を皆さんとね分かち合いたいなと思いますので、ぜひねいろんなワークに参加していただければと思います。毎月ね17日はみんな違ってみんないいなってね、17日はみんないいなの日、ピラミッドセンターでね、クリスタルボールの音を聞きながらボディーワーク、私の指導するヨガですね、私もヨガ長いことやってます、もう30年ぐらいやってますので、そちらをね皆さんと一緒にシェアするようなね時間を持ちたいと思ってます。毎月やってますのでね、いらしてください。でその後のランチがまた美味しいんですよ。ピラミッドのオーナーのねすみさんの作ってくださる酵素玄米ベジランチが最高です。体をねほっかりと、させてくれる、心も体も本当にね天国のような場所でほっかりできるね、そういうピラミッドセンターのね、周り山梨、柳川いいとこですよ。ぜひいらしてくださいね。はい、そしてラフィナさんの方のねコメントありがとうございます。あ、サナさんトーラス呼吸知りたいって、あ、はい、ヨッシーさん朝が何かいいんですか、だってあれ朝の良さを知らないとな、なんというお伝えしなくちゃいけませんね。朝はいいですよ、朝から晩まで朝はいいよっていうお話をねさせていただきますけども、朝イコールタイマーです。でみんなタイマーっていうと麻薬じゃないと思われる方多いと思うんですけども、この番組ねご覧になっている方はもうかなりね朝についてはご存知なんじゃないかなと思いますけども、タイマーは麻薬じゃないんです。戦後ね GHQ の陰謀により、禁止されてしまいましたが、実はインドタイマーとかねいう形で、治療用に喘息の特効薬として日本でも使ってました。でねこれ悪法大麻取締法の真実ということでね、亡くなった船井先生がね本にも記されていらっしゃいます。で次々
とね、今朝の本がね出版されてまして、中山さんが新しい本2冊ね出されましたけどもね、これを、読まれると、はい、いろいろとね分かると思いますよ。ぜひねこの本を読んでみてください。そうすると朝のことがよく分かります。大麻取締法というもので、規制されてしまいましたけども、大麻は麻薬ではないというね、ここにね船井先生にもね、あの本にもしっかりと書かれてますけどね、そうです、今の日本では大麻取締法の問題点を指摘しようとするとすぐ違法薬物を奨励するのかという反論が上がります。しかしこの問題はそんな歪小化された次元の話ではありません。大麻取締法は1948年終戦後 GHQ の占領下で作られたというか、 GHQ に押し付けられた法律です。それまで日本では大麻を問題視する声はありませんでした。普通に農産物、生産物の一つとして全国で栽培されていたもので、一体なぜ禁止するのか、当時多くの日本人には理解不能でした。日本で栽培されていた品種は嗜好品には向かないタイプだったこともあり、主に産業用に利用されていました。栽培農家の人は嗜好品になることを知っていたので、一部ではタバコの代用としても使われていました。しかし薬物被害が出たことも乱用が問題になったこともありません。多くの日本人はそんな活用法があるとは知らずに、衣服や、居住用製品の素材、神社のお札、食品、薬品、軍需品など、軍需品の原料など、産業用として大いに活用していたのです。それが占領国のアメリカで禁止薬物であるというだけで一方的に禁止され、嗜好品としての流通はもちろん、産業用としての生産や所持についても許可を受けた農家や研究者を除いて全面的に禁止されたのです。これには当時のアメリカのヒステリックなまでの大麻マリファナアレルギーがあります。ということでね、まあこれ読んでると長いんですけども、まあこれ石油のね資本をバックに、結局ねこれ大麻ってね、あの油をが取れます。この実からね油が取れるんですけど、それで車が走るんです。ですので石油産業にとっては脅威なわけですね。そのことを知らずにね日本はいたんですけどもね、そんな利用の仕方があるとはつゆ知らず禁止されてしまったというね、そういう代物です。でこれね本当にね体にいいんですよ。あの健康に、がんにも効くということで、末期のがん患者の方が、治った事例もあるということで、あのいろいろねアメリカの方では、半分以上の州が今解禁になる方向性で、どんどんね、あの全面解禁にコロラド州もこの間なりましたけどもね、嗜好品としての大麻も解禁になりまして、本当にねこれから開かれていく朝開きの時期なんですね。ヨッシーさん、朝いいんですよ。わかりました。もしね、そうなんだっていうね驚きがあったら、それをね皆さんに伝えていただきたいなと思います。私もね本当そうでした。大麻って麻薬じゃないのっていうね、そういう素直な本当に感想、それがねそのまま歌になっちゃったという感じなんですけどね。はい、そして、サナさんのトーラス呼吸が知りたいというね、その声にお答えして、トーラスというのね、トーラン性、トーリャン性ということでね、このねトーラス状のエネルギー、このトーラスの形っていうのはこの形です。真ん中がねこう抜けていて、ね、空の状態ですね。これに螺旋状にエネルギーが上下にね流れている、上にも下にもこういうふうにね、この中心がこうやって回るわけですね。回転する、地球も、銀河も全てがこうやって回っているわけです。回っていると、その回っている周りにこういう磁場が生まれてくるんですね。でこの中央が、空のねゼロポイントエネルギーと呼ばれる、そういった場所になっていくわけですね。で人間も同じです。こういった感じで頭の上から、背骨に沿って尾底骨までエネルギーの流れる管があるわけですね。でそこから、まあ、神経とかがいっぱい出てって、いろんな臓器をね養っていくわけですよね。それに信号を送っていく、栄養にね、
栄養を与えるし、それから、古くなったもの、老廃物をね、回収してまた元に戻してあげるというね、そういう働きがあるわけですよね。ですので、このトーラス呼吸、これをね、ワークではよくやってますけども、基本的にはまず大地からのエネルギーをね、足の裏から、感じて、で、吸っていくわけですよ。ね、これが足だと思ってください。この下の部分ですね。しっかりと立つ。で、この下からエネルギーを入れていって、背骨を通して、と頭の上まで引き上げていく。そして、頭の上からクジラの潮吹きのように、ふわっとね、今度は上から下に向けて、はーっと入ってきます。で、大地へと戻してあげる。そしてまた大地からエネルギーをいただいて、とプラナ、呼吸していく。ね、この頭の上から背骨に沿って、このぐらいの管ね、このぐらいのエネルギーの通り道があると思ってください。そこをね、呼吸が、プラーナが行ったり来たりするわけですね。大地からまずはもらう。これをね、何度か繰り返すんですね。そして、まあ、植物も同じですね。大地から栄養をもらって、水とか栄養をずっと茎を通して、葉っぱの方にね、栄養を、与えていくわけですね。そして、まあ、花もね、頭の上ペカッと咲くでしょ。ですので、人間も同じ。みんな同じです。第一チャクラから、第二チャクラ、第三チャクラ、ね、固体から液体、気体になって、そして愛になって、そしてそれを伝えていくような、すべてが統合されていくような、そういったエネルギーが頭の上に、最後はカーッと通って、光。光の花が咲くんですね。これがまあ目覚め、真の目覚めですね。そのことに気づいていくことがとても、ね、大切なんですね。まあ、それは大地からのこのね、一連のエネルギー。そして、これは女性性のエネルギーなんですけども、育むというね、エネルギー。そして、今度は頭の上の方から太陽を象徴として、父なるエネルギーですね。男性性のエネルギーが頭の上から入ってきて、と吸い込んできて、ハートいっぱいに吸い込んだエネルギーを、と体の中の老廃物とともに大地へと下ろしていくというね。そういう一連の呼吸を、トーラス呼吸をしていきます、ね。で、これを何度か繰り返して、これを上と下で今度は統合していくということをやっていくんですよ。で、7つのチャクラがね、人間にはポイントとしてありますので、その7つのちょうどね、真ん中にあたるハートチャクラ。ここで統合されていくわけですね。で、陰と陽が、男性と女性のエネルギーですね。こちらが出会って新しいことが創造されていく。光として、はーっと放っていくというね。両方から吸い込んで、しばらくハートに溜めておく。そしてこのエネルギーを全方向にね、360度光として、はーっと放っていく。そういう呼吸法がトーラス呼吸法です。これはね、まあ誰に教わったわけでもなく、私の内側から芽生えてきたというかね、まあそれはつながっていると、そういったね、イメージが降りてくるんですね。そういった形で、皆さんとね、トーラス呼吸ということをやらせていただいてます。はい。サナスさん、よろしいでしょうか。ミカさん、朝についての本で何かおすすめがありますか？はい、ありますよ、もちろん。こちらですね。船井先生の大麻取締法の真実。ね。こちらぜひ読んでください。それからですね、いっぱい推薦図書がありますよ。中山さんがね、朝についてはいっぱい書かれてますね。誠の話ということで、こちらですね。これおすすめです。新刊もね、出ましたのでね。これは表現者から出てますね。これかなり古い本ですので、これは基本的な、まあ、神社、の、絡みのお話ね、神様関係の話も載ってますしね、とても内容の濃い本になってますので、ぜひこちらをね、読んでいただければと思います。それからね、いろいろありますけどね、皆さんもご存知ですよね、きっとね。はい。今ね、多分かっちゃんが持ってきてくれるんじゃないかなと思うんですが、ここにもちょっとありますんで、待ってくださいね。あ、これ、マッコのやつかな。ここに多分、
あるの。なんかどっかに行っちゃってますね。これ新しく出たアセンションその先へというね、こちらの本ですね。朝高周波で日本から夜明けの朝へ銀河ジャンプというね、あのそういう黄色い、とても目立つね色ですね。これね、黄色は注意、皆さん注目してくださいということでね、朝に注目してくださいよという色ですね。いろいろね書いてありますね。ねから中山康直さんは、まあ、13歳の時にね臨死体験をなさって、溺れたんですね、池でね溺れて、その時の、記憶、ね、不思議な記憶をたどりながら、そこで出会った朝について皆さんにお伝えするね使命を持って活躍されてますけどね、いろいろねこの本の中には、古代から大麻は罪汚れを払い神とつながるより城としての天と地を結び波動調整する聖なる植物であるというね、ひふみのりとを解読すると大麻の特性についての内容が秘められていた。ネアンデルタール人は大麻草を摂取することによって現世の人類に進化したとかね、なんか面白いお話がねいっぱい載ってますね。あと三種の神器、鏡、勾玉、剣は大麻、塩、水というみそぎ、払いの3つの基本と太陽、月、星に対応しているというお話ね。面白そうですね。大麻は世界を変革する唯一無二の天然資源であり、2013年以降の平和な社会の象徴である。朝の専門家集団である、インベのね、インベ氏のルーツはネパールの高間ヶ原、ヒマラヤであったという話ね。そしてそのヒマラヤには、太古の昔に宇宙から、大麻がもたらされたという伝説があったということですね。いろいろね、その他にもカゴメの話も載ってますね。カゴメの歌と天の岩戸の神話の共通性は後ろの正面が復活するというストーリーであるというね。私もねカゴメカゴメの歌よく歌ってますけども、ワークでもこれやります。後ろの正面誰かね当たるんですよね、それはね本当にね面白い、この間出来事もありましたけどね、富士山の前で炎の、カゴメカゴメをやった時にカゴメのワークをやった時にぽっかりそこだけ空いてね、天空からもうね雲がパッて切れて、エネルギーが注がれて、で 2,30 人いた人たちの中で4回も連続で後ろの正面が当たっちゃったっていうねそういうねなんか護身事のような、ね、出来事がねありましたけどね、カゴメ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 カゴの中の鳥はいついつであるよ。後ろの正面だれ、という歌ですね不思議な歌ですよね。いろんなね情報がそこには秘められている。一説によると空海が作ったんではないかって言われている曲ですよね。それについてはもう古今東西いろんな方がねいろんな諸説を、伝えてらっしゃいますね。はい、あ、シャスタさん、節子さん、昨日11月11日11時11分何が始まったんですかっていいことが始まったんですいいことです宇宙はね数字として共通言語だからねメッセージを伝えてくれるんですよね。で、本当は常にいつもいつも新しい始まりなんです。まあ一応ね、そういう締めくくりで、
いいこと始めようねっていう、そういうね、意図としてエネルギーが流れていった、そんな日ですね。始まりましたよ、いよいよ私も本気でね、いつも本気ですけどもいよいよどんどん伝えていこうと思います。はい、奈良さんの音楽すごいと思いましたというね、テリーさんの書き込みありがとうございます。奈良さん素晴らしいですね、本当に。今度ね、もしかしてご一緒できるかと思いますので楽しみです。11月11日ポッキーの日ならぬ朝の日にしてしまうとか、ああいいですね。まあ私にとってはね、いつでも朝の日です、ポッキーね娘が買って帰りました。今回3種類買って帰ったよって新しい種類が出たよなんて言ってましたけどね、はい。今マスコミ界は少し朝ブームですね。そうですね、ブームがね始まってきてると思います。でね、既得権を持った方たちがそう、昨日もね、どなたが言ってたのかな、三井住友銀行でなんか投資するのに朝のなんかに、朝のを扱ってる企業に投資するといいみたいな、そんな情報があったようですよ、うん。既得権をね、またそれで知能会ね、時を超えてもそういう権利の方に結ばれている朝というのはやはりね、本来のあり方ではないと思うので、みんなでね共有できるような朝であるといいなと思いますね。サナさんパチパチ、あ、私の先ほどの誠の歌かなもう一人の私と楽しませていただきました、体も元気になりましたということで、ありがとうございます。サナさん、いちほさん、今見てませんがポチッとなしてきます仕事も楽しいということで、 ありがとうございます。いいですね、仕事を楽しんで仕事をするってこと、本当素晴らしいことだと思います。働くっていうのは旗が楽になることですからね、それは本当素晴らしいと思います。カイトさん、有金初めて知りました。音階はドレミと同じですか、ちょっとだけ有金だけで、何か誰でも知ってるメロディーを奏でてもらえると嬉しいですということで、ね、これね、実はね、誰が弾いても何となく音楽になっちゃうというふうね、音階でなってます。ドレミではないんですね、実はね、シーラーソーっていうね、まあそれに対応はしてますけど順番がちょっと違います。ドーシーラーソー、じゃあ皆さんがよく知ってるんだとするとこれですね、咲いた咲いたチューリップの花が並んだ並んだ赤白黄色っていうようなね、そういうメロディーもできますけども、これはメロディーだけを追う感じではないですね。どなたが弾いても、遊べるというね、有金あなたと共に楽しめる有金、いいですよ。こちらのね注文は朝の子ネットからね、していただけると、これ一番大きなタイプで、金額的には多分ね6万ぐらいするのかな。ダイヤはもっと高いからね、ハートの形のねライヤー、タオライヤーとかティレルライヤー、ありますけども、それよりはね割と手頃に入る感じですけども、ちっちゃいタイプは確かね2万円とか3万円ぐらいのところが確かあったと思いますね。1万台ではちょっとどうかな、小さいタイプの本当にね可愛いの持ち運びができるようなのがねありますけど、もうそれでも十分ですのでね、お手元に一つ有金があると、その日からあなたも音楽家になってしまうというね、吟遊詩人、誰でも吟遊詩人の有金おすすめです、はい。そこでねいろいろ、朝製品ね、国産の朝製品扱ってますから、ぜひねそちらの方を見てみてくださいね。はい、
あ、KKY さんおはようございます。中間さんもおはようございます。挨拶をしているうちにあと7分で9時半になっちゃう。今日はね、9時半までの、ね、放送とさせていただきたいと思います。で、最後にね、皆さんにカードをね、引いていきたいと思います。では、誰ということではなくね、皆さんに向けて、引いていきたいと思います。日本のまずは神様カードからいきますね。今日のこの番組を見てくださっている視聴者の皆さんに向けて、1枚引かせていただきます。宗像の三女神が出ました。こちらのメッセージね、読ませていただきますね。やはりね、これからは女性が、一人ではなく、たくさんの、方と手をつないで、想像していく、そういう時代ですよね。そういう中で、この宗像の三女神のメッセージを、読ませていただきたいと思います。たきり姫の御事と、市木島姫の御事、滝津姫の御事、このね、三女神ですね。まず、たきり姫の御事、トラウマに陥ることなく、よどみなく流しなさい。自己憐憫を捨て自由に高らかに泣き放つのです。そして市木島姫の御事は、裁くことなく真実を見通して明晰になりなさい。体を十分に休めましょう。そして滝津姫の御事は、相手のハートと共感して共に響き合うのです。さあ、旅立ちの時です。というね、それぞれにね、メッセージを発してくれています。テーマは最出発、再挑戦、恋愛の始まり。はい。ということでね、あなたのハートに、灯して、そして新しい門出を祝いましょう。神社はね、福岡県の宗像大社、広島県の厳島神社、神奈川県の江ノ島神社などに祀られています。では、カードのメッセージ読んでいきますね。たきり姫の、たきり姫の御事、感じちゃうな。市木島姫の御事、滝津姫の御事は、非常に美しく賢明な宗像の三女神、朝鮮半島への航路を守護する女神です。悲しい時には思いっきり泣き、自分自身についている嘘や、他の嘘をクリアに見通した後、ゆっくり休みましょう。そして新しい旅立ちを、と、三人の女神は、それぞれ、このカードを引いたあなたにメッセージを伝えています。三女神の力を合わせれば、怖いものは何もありません。物事が急に変更されたって大丈夫。大きな力となってあなたをサポートします。人生で何があっても、起き上がってパッパッと泥を払い、さっと歩き出す。そんなエネルギーの神々です。彼女たちは、海の彼方への新しい冒険へと導いてくれるでしょう。また、女神たちは、大切な人との関係性は、早めに修復するように、と伝えています。気になることは、再出発の足を引っ張りかねません。市木島姫の御事は、弁天様と同一視され、豊かさとアートと英知のシンボルになっています。また、滝津姫の御事は、恋愛のエネルギーを引き寄せてくれます。新たな恋のスタートを感じてください。はい。ということで、まあ、他の人に恋することも、ありますが、自分自身にね、恋をする。そんなね、生き方ができるといいなと思いますよ。はい。ということでね、皆さんに日本の神様カードからメッセージを送らせていただきました。ありがとうございます。サナさん、節子さん、トーラス呼吸法伝授ありがとうございます。自分も始めよと。ありがとうございます。ね、やっぱりお伝えするからには皆さんがね、始めていただき、そして、その効果を感じていただけたら嬉しいです。まあね、言霊の歌、やったーとね、あなたに会えてよかった、ありがとう、大好き
嬉しい、楽しいねという歌ね。この言霊のワークもね、今週末予定してますので、ぜひいらしてくださいね。言霊はね、本当素晴らしい、力を持っています。この力をね、お伝えしてみんなとね、喜びを共有したいと思います。桜庭さんね、をおぽのぽので有名な方ですよね。とのコラボワークをね、今度何回目になるかな、うん、結構、8回目ぐらいかな数を重ねてね、どんどん深まっていくものがありますので、ぜひね、うん、いらしていただければと思います。直接ね、この喜びの波動を、幸せの波動をお伝えできたら嬉しいなと思いますのでね。はい。あ、タイトさん。勇気の話ありがとうございます。値段も教えてくれて分かりやすいですね。はい。ぜひね、この勇気、皆さんね、癒されたら、自分で自分自身を癒すということをね、していただくといいと思います。そして、癒しの後は創造です。新しいものをね、どんどんと作り上げていく。共同創造という形で、目には見えないけれど、確かに存在する。そういう人たちの愛を受け取り ながら、音にしていくという作業ね、それを感じていく、表現していく、常に自分を表現していくことがとても大切です。はい、ということで今日もね、長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。それではこの辺でね、9時半になりましたので失礼させていただきたいと思います。ではさよならの歌をね、歌いたいと思います。あ、大丈夫かな。5人8の音を響かせながらさよならの歌を歌います。みんなも一緒に歌ってね。ありがとうございました。良い一日をお過ごしください。またね。さよなら。再来週お会いしましょう。
とタイトル。